習ですね。まず最初に車輪を使ったホイッスルモードをご覧いただきました。こんな風に動いてましたね。その場でこんな風に高速回転することもできます。で、またこの足を生やしてインセクトモードです。凸凹道もうまく歩けそうですよね。こんな風にいろんな場所を動くことができるロボットなんです。さらにこんな段差も登れちゃいますね。え、上手に登れていますよね。スカレードも登れるかな。どうだろうね。ちょっと揃いから難しいかもしれない。さあ、じゃあロボット技術が乗り物と出会ったら一体どんな風に変わるか。今の乗り物がこうやって山を切り崩して道路や線路を作らないと乗ることができません。でもロボット技術が乗り物に搭載されたら乗り物はどんな風に変わるでしょうか。センサーを使って周りのものをよく把握して障害物を避けて進んでくれたり、こんな風にうまく避けてくれてますよね。また危ないものがあるよっていうのを警告してそれを避けるようにして運転してくれるかもしれませんね。さらにさっき災害地で人を助けるのに使えるって言ってくれましたが、そんな風にも使えそうですよね。あとは宇宙でも活躍できちゃうかもしれません。また車椅子にロボット技術を使えば今の車椅子よりももっとかっこいい、まるで歩いてるみたいな車椅子を作ることができるかもしれません。さあ、では改めてハルク2をご覧いただきたいと思います。今度はこの上の画面でかな、はい、今度はこの上の画面には皆さんが映っていると思います。ハルク2の頭についたカメラで撮っている映像です。ぜひご覧になりながらハルク2に乗ってる気持ちを味わってみてください。見えてますね。さあ皆さん、ロボットといろんなものが組み合わさったら私たちの生活って便利になりそうじゃないですか。出た、はい、ね、見えましたね。でもロボットって何もこんな風に動くものだけではないんです。感じて